い、こんにちは。じゃあね、今日はねフォトカツっていうね相方のゲームやっていくんだけど、でね、この実況ね今から撮るんだけど、あの今音楽ないでしょ。あのこのゲームのね内蔵の音が大きすぎて、あの BGM をちょっとでも出すと完全に実況が聞こえなくなるっていうね、最高の放送事故を起こしたから、さっき3回ぐらい起こしたから、でもう一回撮るんだけど、あのこれもうあのこの子たちの声しか聞こえません。いちごちゃんたちの声しか聞こえないので、あと俺の声しか聞こえないので、そこら辺はこうちょっとわきまえて、こうちょっと全裸で座禅しながら、こうとスルメを噛みながらちょっとね見てほしいなって思ってます。じゃあね、行くよ。すごい、ワクワクが止まんないよ。こんな感じでいきますよ。ね、今のねゆめちゃんですね。これドラマチックガールという神曲で俺大好きなんですけど、みんなも聴けない、俺も聴けないっていうすごい悲しい曲よ。だけどね、この悲しさをね打ち破るのが実況の楽しさっていう、これはなんかこの悲しい、この効果音ね、効果音が綺麗、わかる、このキラキラキラってもうみんなの目のように輝いてる、最高。音ゲーを無音でやるというこの、ね、神の境地に達したから、みんなもそれを感じて、はあ、超綺麗だ、神々しいぜ、あかりちゃん。さて、みんなはね、フォト活を通じてね、アイ活をね、布教されたいと、していきたいと俺は思ってるから。みんながアイ活をね、好きになってくれる、俺は愛を込めて実況するから、お前らも座禅してみてくれ。頼むぜ。行くぜ。俺片手でプレイするから。ちなみにこれはこの曲の一番難しいバージョンなんだけど、それを俺は片手でパーフェクトしたいと思うんだけどね。まあ、多分無理だから、そこら辺はね、こう妥協してみていただけるとありがたいです。ちなみに、ね、実況をね大学で撮ってるんだけど、大学でね Wi-Fi があり、充電できて、さらに誰も来ない、声を大きく出せるという空間がね、トイレしかないんだよ。でしかもね、今俺トイレの中で撮ってるの。しかも大便器のあの便座に座りながら片手でやってるからね、すごいでしょ。俺ちょっと俺もびっくりしてます。18年間生きてきて、19年間プレミアムエンジェルアロー、いつだっけ、俺何歳か俺は分からないんだけど、俺が何歳かは俺も分からないんだけど、まあこんなことになるとはね、ちょっと思ってもいいのかなっていうとね、そういう感じです。しかもめっちゃ順調だね、めっちゃ順調なんだけど、俺が一番踊れてる、誰が一番踊れるかっていうと俺が一番踊れてる。見てコンボスを見てる、249、今鳳凰を超えた、鳳凰を超えたから、鳳凰のナンパを超えたから、ひもりあちゃもラグラジどんどんいくぞ、ね、マクロを一周しよいぞ、前らの精神力も保ってきたろう。さあこのネタをね、お願いします。オーケー、みんながね最高だね、プレミアムダブルムーンジュエル。俺はブラフマになると俺は信じてるんだけど、そうするとね、こうゲーム実況自体がね、天井天下の旅に出られるとね、素晴らしい親子を得られるから、みんなね座禅して全裸でちゃんと聞かなきゃダメよ。ビール飲んでもタバコ飲んでもゲームしてもダメよ。ちゃんと座禅してね、こっちだけを、俺だけを見ていてほしい。その調子、食べろ。そうしないと俺のパーフェクト伝説が崩れてしまう。待て待て、行くぞ、これマジいけるんじゃないか、ちょっと待って、あーミスった、最悪だお前ら、その調子、ごめん俺のせいだ。お前らはすごいうるうるした目でこっちを見てくれた、ありがとう、大好きだお前のこと、いいの、お前のこと一生忘れない、俺はパーフェクト出さなかった、そのナイスコンボ、俺のせいだ、全て俺のせいだ、とかしかし俺は諦めない、俺は諦めずにこのまま続ける、いい感じだね、しかちなみに俺のトイレの外では予言が行われている、オーケー、いやみんな終わってるね、トリオフライト、俺はねフォト活を通してみんなに愛活の愛をね通じていくことで、ね、今ここに宣言したから、ちょうど終わったよ、ありがとうみんな、見て S ランク、やったね、大好き、ふう、はあ、最高だ、トイレで撮る実況最高だぜ、マジこれ新しいジャンル切り開いたと思ってるから、本当にありがとう、いちごちゃん大好き。じゃあね、切りがいいので、ね、ここで終了したいと思います。ありがとうみんな、また次の世紀に会おう、さようなら。